こんにちは、ミルキーなおです。今日は本当にごめんなさい、動画で本当にごめんなさいなんですけれども、しばらく動画をお休みさせていただこうと思います。申し訳ございませんね。いつだったかな、4月だったかな、向こうでニャーって言ってますけれどもね、毎日投稿、平日は毎日投稿をしますっていう風に宣言して、まあ土日祝日以外は毎日投稿をやってきたんですけれども、結構続きましたよ。なんですけれども、参議院選挙が始まったじゃないですか。で、私、お仕事が、ウグイス嬢のお仕事もしていまして、で、さすがにですね、参議院選挙回る地域がすごい広いので、朝の集合が早くて、まあ夜遅くて、ちょっと難しいかな。まあこれを参議院選挙があるからと思って動画の取りだめとかもしてたんですけれども、編集する時間がないことに気がつきまして、で、それでね、YouTube 頑張って、で、自分のお仕事の方がちょっとおろそかになるのは、それはまた違う話になりますので、ここで一度お休みをいたしまして、で、また選挙が終わったら復活をさせていただきたいなと思っております。もう、いつもね、お返事くださる皆様には本当にもうありがたいし申し訳ないんですけれども、ちょっとお休みをさせていただきたいと思ってます。希望はね、希望は次の動画で、ああ、なんかミルキーげっそり痩せたって言われたらいいなーなんて。はい、ということで、本当に申し訳ございません。しばらくお休みをさせていただきますというごめんなさい動画でした。でも必ず、終わったら復活したいと思いますので、それまでお待ちください。ありがとうございます。いつもすいません。ありがとうございます。バイバイ。